ここに1本、そしてここに2本、ここにまたさらに1本、そして奥にもう1本。これだけの間に5本ある。さあ、本日の最後、これが。さあ、今日は何本取れたか。多分これ一発。よし、OK、収穫確認します。はい、本日終了ということで、もう桑も片付けて、水につけて、洗う準備して、袋も袋に入れて用意しとったのに、不意にこんな道端に1本。そして袋の前にこんなところにあるのに気づかなかった。ということで、これらも掘ります。そしてこう袋の横に2本目見つけたけど、こう見たらさらにもう1本。はい、これも掘ります。はい、終了。無理くり入れたけど疲れた。今日はこれで終わりです。ちなみに、タケノコ掘るのって、私どもは許可を得て掘らせていただいてますけど、人んちの山とかで勝手に取らないように、タケノコ泥棒とかいるっていう話も聞くので、あと、ばあちゃんマスクしてないけどって心配していただいたコメントもありましたが、私生まれてこの方、この山までの道中も、タケノコ掘ってる時も、見渡す範囲で人を見たのはじいちゃんばあちゃんしかいないので、ご安心ください。はい、では帰ります。まだくわ片付けたけど、通り道にあった灯台元暮らし。今売り出してご飯食べてよ。うん、何やろが歩き。何やろって何？せっかくなんだ。今日は完全に一人。ねえ。結局よね。数えてこい。おばあちゃんも全部これ自分でしょったがで。はい、1本目。一人で。結局よね、掘りに行って袋いっぱい、1つしか袋なかったけど、2つ目取りに行って、で、ある程度掘って、桑を置いてね、水につけて、で、行きよったらまた道中で見つけて、桑取りに行って掘って、で、もう終わった思って桑置いたら、また見つけて桑取りに行って戻って。ほんでまた桑を置きに行って、で、行ったらまた道中で見つけて、で、結局3回4回往復した。まあでもありがたい往復や。だけど こっちから取ったら火が当たったらいっぱいだ。こんな大きな前を置いてね。まだこれ一つあるんで、これを。まだまだあります。
ここ行きたとおり。自分が一人で取ってきて。全部出す？うん、もちろん。もうすでに何本あるかわからん。はい。重たい。まだあるかね。はい。これ。最後。何個あるかね。見て。そんなんある？で、このでね、うん、まあ大きいのも。これ、キーコだったね。キーコかい。はい。すごいすごい。ねえ。撮りました。はい、すごいね、うん、一人で撮って上等やろこれ。偉いね、おばあちゃんだこんな仕事はよせ大仕事。お手さんちょっと見てみるけど、ね、うん、呼んで呼んで。お父さんちょっと収穫見てた。一人で撮ったやん。おお、一人でな。絵が、キーコの絵が撮っちゅうやか。うん。緑がめっさないね。2、3。キーコ、これらこっちの方がキーコや。この辺だじゃ。緑が1、2、3、4、5、6。おお、とろしい。半分ばが黄色い、キーコや。そうやろう。前どこだ。これ、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 これ。うん。上手に、だいぶ上手になれるよ。おお、すごいすごい。腰が痛いぞ、腰が痛いぞ。そうよ。痛いぞね。見て。これ、さっき、さっきせないか。うん。ちょっと待って。危ないぞ。ゴミの箱ない人、上に。ないと思う。使える箱はない。どうで、ええのあったかね。絵のばっかりやん。絵のばっかり、うん、今日え今日、ね、エロ黄色、うん、その手前の見て、その黄色一番手前のほら、うん、時間が今キープ、これだけど。ちょっと後ろの根を掘る考えをして、このラス。まあでも板取り見に行ったけど一切ないね。ないよ。もうこんな早うにないなるかい。ないと言ったのに、来ちゃうきほら、よもぎ取りって言うやもん。
すぐ硬くなる。え？すぐ硬くなるわ。タケノコ？うん。お湯沸かしておいていかないかな。そうやって新聞紙にくるんじゃったら大丈夫な。あ、そう。ちょっと待ち。それが一番やろ。うん。うん。なんて？メンマにする。え？全然飲むんだったらメンマができんの。うん。全部切ってしまう。どうしようか。うん。メンマいつやるの？したらね。え？用したらね。それが一番ええ、ほら。何？あ、おいちょきや。喜びのし、悲鳴じゃけん。準備やね。なんか残してる準備。うん。お米の研ぎ汁を、明日のお米を研いといて、それで。はい、これを沸かしといて。うん。今日も頑張って掘ったわ。そう。おかげさまで。うん。これがあるね。あ、それ味噌汁置いちょってくれた。それ飲むで。飲んでないけど俺。どんぶり入れてかか。うん。もうすぐ美味しかったもんかも。うん。それもらうわ。飲んでないき。よかった、ちょうど。あの玉ねぎものすごく高かったね。そう？あんな高かったら変わんないけど、値段も見えんもね、390円。こんな高かったね。キャベツ。あんまり見てみて。あ、キャベツは390円ばやった。まあ、高い。そんなもんやったら変わんない。まあ、ええわね。食材を切りよったらいかん。まで行って、そんな高いものを、いいよ。お米をどうして研い、あっちゃんの朝炊くのをね、どうして研いで研いだいたら、竹の子を湯がくのにほら、うん、あとタケノコどれくらい掘れるろ。まあ、幸い今年はハメを見てない。おりますもん。おるかもしれない。ハメ言うたって知らんよ、みんな。マムシは。マムシは。なんでハメ言うて言うのかね。え？なんでハメ言うて言うのかね。知らん。本当はマムシやろ？うん。これは下があかん。あ、もうフィルムはもう大丈夫やと思う。触って大丈夫やきね。何？フィルム、この食器棚のガラスは大丈夫。で、トイレと天井上がったところの扉も触って大丈夫やと思う。扉というか窓。
もうトイレが負けたよ、ほら、うん、もう大丈夫やと思う。これ洗わない関係ね。はい。いかんかもしれない。いかんけど、まあ。見て、うん、汚いあれ見てけどもうこれだけ先しちゃうからね、だもんな。聞こうかね、それらは。そう、これものすごい良かったね。それ良かった、うん、良かった良かった。うまいこと取れちゅうやん。どういうこと？うまいこと取れてます。いかんかったということ、うん、食べるとこいっぱいあるのに、これ放るんだったら大変だ。そんなことは言わん。で、こうやってほら、皮をむいていて、うん、きれいに、ね、こんなほら、こんなとこ、うん、のけない。あ、その赤いのはのけてしまうんやね、全部。いや、最初の方はのけてない人もおるね。うん、私、この、もうこれが硬になったらね、のけない。硬い？そうや、もうこんなに飽きたら。今のタケノコ？うん、もう最後じゃね。あ、ほんまに。じゃあ次掘りに行ったやつはもうメンマにするような感じ。そんで掘ってしまわれんて。あ、そう。どうしようかな。まあ、あのもんは掘りゆきね。ね、まあ下手くそな掘り方しちゅうね。両方ちゃう。食べるとこあるかね。ね、食べるとこあるかね。あるわ。こんなにあんまり綺麗に掘ってもらっても硬い。僕らはもう、ほら、ジャオジャオ言う、カト。ジャオジャオや。こんな音をしたら硬い。それは掘ってから時間経ったからとかそんな関係ない。そんなに、うん、朝掘り言うて、その日に売る気ね、うん、いちいち置いたらもう、すごく安い。やっぱり根元の方が硬い？上の方がやらない？もちろんよ。あ、やったらあんまり不幸に掘ってもいかんかい、今。もう、いらんね。いらん、不幸には。いりません、硬い。そうか。
硬そうなもの、ここだ。こんな頑張って掘ったのに硬そうな硬そうな言わんとってくれ。いや、ほんで硬いところは捨てる、悪いけど。そうそう、どんどん捨てて、カマキ。ジャリジャリやん。じゃあ、あんまり不幸ね、もう苦労してこう、掘ってもいかんよ、この。もういかんよ。そしたら上からパン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 、あの、削れてやったら楽。それもいかん。それはまた下手くそな掘り方しよね。食うとこないやか。それ一番やつ違うか。一番やか。いや、ほんで根が深かったろ。うん。あの、黄色いのはね、それ柔らかいかい。甘みがあってね、違うの、全然。いや、バッサリ、まあ、けど、掘れだったんじゃと思うで、一生懸命掘って掘れちゃったら、掘っちゃうと思う。まあ、そんな変なのあんまりないもんね。その掘り方が、まあ、そのまま下手くそなね。掘れだったんじゃと思う。まあそんな気使わせてくれて申し訳ない。もうあ片そうなかったらね。うん。明日茹でても、雨がどんなか見て干す。ああ多いからね、硬いだけ、うん、干すの取らしてよ。タケノコはね、うん、どうやって切ってどうやって干すの分からんけど、ね、取らしてよ。お湯沸かしてて掘りに来なさい、湯葉やで、うん、いちいち置いたらもう寝落ちない。いや、ほんであの、どうやって切ってどうやって干すのまた取らしてよ。そんなこと知らんで、どうでもか切る。うん、本当のは知らんよ。うん、ええ、おばあちゃん流じゃないと知らんよ。そう、それでいいから、取らしてよ。そのどうやって切ってどうやって干すいうのそれもまた下手くそな振り方してる。どういったこと。こんなのはもう捨ててきたら重い。切る、ほら、身がないやか。ああ、重い。失敗まらね。柔らかそうなね、それ。みんなこと容易は、自分がいてやってみたら分かる、苦労が。まあ、なんか申し訳ない。一つも、そんなに思ったことない。うん、けどね、これ自分がやってみたら分かる。どっちが脇よ。こっちを、あの、まあ、もう時期やないのかね、このあの米の研ぎ汁。こんなにいっぱい入るのかね。食べないかんね、上手に。腕の見せどころやね、それ。入らんかも。それはわりかし大きいかい。もうね、タケノコはあんまり喜ばんとね。あ、そう。うん、喜ばんことはないの。硬いか、ほら、うん、えらい湧きそうでわかんもんやね。なんと言うで、誰が。じいちゃん見てみよう。いや、かま。ともくんもこれよう覚えちゃって、うん、自分が湯がくくらいにはならない。うん、
男の人でも今せないかんけ。そうやね。もう昔はお友様やったけどね。うん。ちょっとこの人ほんま。あげてんすえて。うん。えらいわかんもんやね。わきるこれ。あ、それ発泡スチロールの容器捨てられんで、うん、あの上まとめてのけてね、うん、あ、湧き出した湧き出した、グラ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 湧いたよ。赤の爪を取りに来たの。なそれはすいませんでした。高めつ、あ、そのまま入れる。一番大きなのは竹切りだから。なんか硬そげなね。硬いかもわからんよ。ではもう。いや、ショックな。これが美味しそうなかったんだよね。これを絶対茹で。あ、柔らかそう。柔らかそうなろ。ねえ。それはわりかし、これ中ね。これやが一番、映画を一番無駄に撮っちゃう。なんてやねん。失礼な。これ入らんかもわからんね。うん。入りそうにないね。なんとか入れんというかいいよと。と思うたけどね。もっと小さく切ったらよかったね。その通りかもしれん、うん、けど小さく切ったら、あ、でもなんとかいくかい。またこれを入れるね。もう入らんねえ。そうかな。パズルが得意やったら入るんやな。いっぱい負けるわ、これ吹き負け。ちょっと沸いたちょっと捨てちゃおうか、うん、吹き負けたら。いや、元か熱ないかい。無理っくり。でも入れたね、なんとか。はい、これでコト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 。はい、もうよし。はい、ありがとう。